これを混ぜていくだけです。卵と人参、それからオニオン、いただきます。うん、おいしいな。おいしいね。はい、皆さんおはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。はい、今日何やるのってことなんですが、ツナカレー焼き飯ね、やってみたいと思います。簡単なんでぜひねやってみてください。はい、まずですね、ネギターミーですね、4分の1ぐらいね、みじん切りにしていきましょう。はい、でかいですけどね、まあいいでしょう、粗みじんってことね。はい、彩りの人参ですね。はい、1本でも人参、3本だったらごぼう、はい、これもね、まあ粗みじんでね、お願いいたします。はい、こんな感じでよろしいんではないでしょうか。あとはですね、ツナ缶&調味料ですね、卵1つ、ご飯はそうですね、好きなだけ、まあ、今日は 250g でいきましょうか。それではですね、これ持ってね、バービーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですね、バービーコーナーの方にやってまいりました。フライピンですね。はい、油、はい、大さじ1ぐらいね、ぶち込んでください。展開一発しますよ。はい、展開一発完了いたしました。油をね、フライピンの方になじませてください。そうしましたらですね、玉ねぎですね、ちょっとね手が燃えちゃうといけないんで、玉ねぎをね、ぶち込みます。なんかツリーが全然あったまってねえだろうみたいな感じがちょっとどうしようか、これどうしようもないね、もうこうなっちゃったらね。はい、それではですね、玉ねぎ、これ目玉焼き作ってん場合じゃないからね、ちょっとね、くず、熱々崩しましょうか。はい、そうしたらね、ネギターミン&キャロッティですね、はい、これを打ち込んでいきましょう。はい、まあ玉ねぎね生で食えるし、人参もね生で食えるんで、まあほどほどにね炒め込んでまいりましょう。はい、ちょっとね人参家庭かもしんねえですけどね、まあこんなもんでいいでしょう。はい、そうしましたらね、ツナ缶ですね、ジンギスツナ缶みたいなね感じでこれ入れていきます。これ今日はね半分ですね。はい、この油ごと半瓶ですね、2分の1ね、はい、ぶち込んでください。よいしょと。はい、そうしたら飯ですね、 250g ストロバ金婚カラックスですね。はい、あとはね、これを混ぜていくだけです。卵と人参、それからオニオンね、これを混ぜていくわけなんですが、ここで登場するのはウェイパーですね。はい、ウェイパーね、小さじ1、ね、小さじ1から小さじ1半、 1.5 ぐらい。はい、それでですね、これ混ぜ込んでいきますよ。味付けの方に入りましょう。 250g のご飯に対して 2.5g ね、 1% だから 300g ご飯入れたら、3g ね、お塩入れてください。はい、今日はカレーということでね、SB の赤缶ね、あ、チュンチュンと、はい、小さじ1ぐらいでいいかな、小さじ1からね、小さじ2ぐらいね、ぶち込んでください。カレーの非常にいい香りが厨房内に漂ってまいりました。非常に食欲をそそります。はい、ほぼほぼ混じったら、最後にねちょこっと隠し味ね入れていきたいと思います。それではね混ぜ合わせましょう。ガッツンガッツンってことで、ガッツンガッツンツリリンパト、はい、リン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 ガッツリこと、はい、ほぼ混じあったんではないでしょうか。はい、それではね隠し味ポイントですよ。今日これブラックペッピー2つ、この辺は隠し味じゃないからね。はい、出ましたケチャップ、ヨチャップ、はい、これ小さじ1ね、
これがね、キュンとカレー粉の辛さを引き立てるのよ、こうちょっとした甘みがね。あ、いい匂いしてきたわ、これ。これ、小さじ1でね、これあんまり入れちゃうと今度ケチャップライスになっちゃうんでね、これもよろしくお願いしますよ。はい、最終仕上げに入ります。格子ですね。はい、格子も小さじ1ね、さっきの入れすぎちゃったな、これ、小さじ3ぐらい入ったぞ、これ。はい、そしたらね、お酒を飛ばすような感じでね、入れ強火で煽っていきましょう。完成となります。それではね、お皿の方に盛り付けて、スコルバ金婚館と食してまいりましょう。はい、ただいまですね、テーブルの方にカレーツナ焼き飯ですね、カレーツナチャーハンね、運んでまいりました。それではね、早速焼きいただきましょう。いただきます。もうね、香りがいいね、もうこの香りだけで食欲出ちゃうからね、この夏バテの食欲回復剤としてぜひ作ってみてください。いただきます。この緑色の何みたいな、すいません、彩りでグリーンピースね、ぶち込ませてもらいました。うん、グリーンピース嫌いな人はね、もう全然入れないで OK、OK、バイリー OK でございます。うん、美味しいね、美味しいね。たったんだけのケチャップがこのカレー粉の辛さを引き立てます。引き立てすぎてるかもしれません。美味しいです。いただきます。うん、あっ、最後に紅生姜が添えさせていただきました。うん、うまいな。いただきます。うん、最後にこのお酒をちょこっとね、振ることによって、ぐんとね、お店の味に近づいたんではないでしょうか。お店の味、もうお店の味超えたな、これな、今日は。うん、いただきます。うん、このツナのうまみだよね、玉ねぎの甘み、そしてこのカレーの香り、たまんないですね。隠し味のおチャッピー、いつかおチャッピーとケチャッピーアンドで結ばれるんだったらですね、おチャッピーケチャッピー、これ栄養もあるよこれ、ね、卵、人参、玉ねぎ、飯、グリーンピー、紅生、ツナ缶、何種類入ってんのこれ、すごいね。一日何種類食べるのはあれだって理想だったかちょっと忘れちゃいますけど、これ一食でかなり取れるんでね、はい、ぜひやってみてください。はい、ということで本日も最後までお楽しみ、まかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、カレーツナ焼き飯の作り方ね、基本のあれだね、カレー焼き飯、カレーチャーハンの作り方ですね。これ別にツナじゃなくてもね、ひき肉でもいいし、ハムでもいいし、ベーキンでもいいしね、いやベーキンって何ですか、ベーコンでもいいしね、まあ野菜だけでもいいし、この量さえね、守っていただければ、ご飯の量に対しての 1% のお塩プラス赤缶ですね、カレー粉ね、小さじ1から 1.5 ね、こんぐらい入れて、最後にね、酒振りはもうこっちのもんなんでね、ぜひ試してみてください。はい、そして皆様に一つお願いがございます。ドガップのモチベーションを維持するために皆様の温かい、グッチマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。まだまだね、残暑厳しくなっております。台風もね、ガッツンガッツン釣りごと発生しておりますね。もう川、山、海に行かないでくださいよ。雨降ってる時、台風が近づいてる時ね、ちょっと自らの手で自分の安全を守ってください。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。ツナカレー焼き飯、最高だから、じゃあね。